はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリー社さんのキャンピングカーに乗るんだったら外せないオプション11個、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、今ですねここ北海道の販売代理店である私がね勤めておりますキャンピングレンタサービス工業でも、これねバンコンカテゴリーの中ではねやっぱトイさんがやっぱりトップクラスで人気があるんですよ。でその中でもこのねトイさんのキャンピングカーにつけるんだったらねおすすめなオプションって結構あるんですよね。で今回はまあトイファクトリートイ、11にちなんでですね11個そのね外せないオプションというのをご紹介していきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと人気ビルダートイファクトリーのキャンピングカーに乗るんだったら外せないオプション11個が分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まずは外装のオプションからご紹介します。このエアロウィンドウはほとんどのモデルで標準装備ですが、トイファクトリーの象徴のような装備です。オプションの1つ目はトイオリジナルエアロソーラーシステムです。これはエアロソーラーシステムというだけあって見た目も非常にスタイリッシュですし、空力抵抗も考えられたデザイン性に富んだアイテムです。今でこそソーラーパネルは一般的ですが、数年前からトイファクトリー社は大手メーカーとタイアップしたりなど注力してきたアイテムです。外から見る限りソーラーパネルがあるとわからないのがすごいところですよね。オプション2つ目はグランデ仕様。トイさんの車両のほとんどのモデルに関しては運転席側はこのエアロウィンドウというものが装備されております。このエアロウィンドウはハイエースの断熱の弱点である窓ガラスを取り外して、断熱材入りの壁、そして断熱性能の高いアクリル二重窓を施した窓です。そのエアロウィンドウをバックドア、そして助手席側にも施したバンコンでありながらキャブコン並みの断熱性能にしてくれるオプション装備になります。この窓を加工したバンコンは今でこそ各社でいろいろ作られておりますが、一番最初に製品化したのは実はトイファクトリーさんが最初なんですよ。始まりはいつもトイファクトリーからというキャッチコピーがあるぐらいです。トイさんの車のほとんどはですね、この運転席側、この右側のですね窓は全部ね、あの窓ガラスを外して、まあ、こう出窓風にねしてるモデルが多いんですけども、このグランデシオですね、実はここの右面の窓プラスバックドア、こちらもねガラスを外して断熱材入りの壁、そしてですね断熱性のいいですねアクリル二重窓をね施しておりまして、そして左側助手席側もねこのような感じでなっておりますし、そしてですねスライドドアに関してもこのようにねアクリル二重窓と断熱材がねびっしり入った外壁になっております。ですのでカテゴリーとしてはこの車はねバンコンなんですけど、もうキャブコン並みのですねあの断熱性能、そしてねこのアクリル二重窓も開けることができますしね、網戸シェードもね出すことができるので非常にですね機能的なんですよね。でこのねグランデ仕様って実はその窓のね加工をしてるだけじゃなくて、サブバッテリーをもう一個追加することと、あとですね FF 燃料式ヒーターがこの中に組み込まれておりますので、非常にですね断熱効果のね高いですね仕様になっているかと思います。オプション3つ目は足回り強化セット。キャンピングカーにおいて内外装のデザイン性も非常に重要ですが、乗り心地や走行安定感も大事ですよね。ショックアブソーバーやトーションバー、スタビライザーなど各種ありますが、鉄板アイテムとしてはお得なパッケージングされた3点セット、5点セットがよく出ております。移動する時間が長いキャンピングカーにおいてこの足回りを強化するというのは非常に重要になってきます。キャンピングカーだからといって乗り心地が悪いというイメージを払拭してくれるアイテムかもしれません。ちなみにこのパッケージング化された足回りアイテムに関しては構造変更が必要ですのでご注意ください。オプション4つ目はレカロシート。先ほどの足回りパーツ同様、乗る時間が長いキャンピングカーにおいてこのシートは非常に重要かもしれません。純正のシートに関してはお世辞にも乗り心地がいいとは言えず、
このレカロシートに交換する方は非常に多いです。私個人的にもこのレカロシートを使用してるんですが、腰への負担が激減しました。腰痛持ちの方はぜひおすすめです。オプション5つ目はアルパイン大型ナビとデジタルインナーミラー。まずこのナビゲーションは11インチと大画面ですので、カメラ映像やナビ映像が非常に大きいです。またデジタルインナーミラーは走行中もカメラ映像を見ることができますし、なんといっても前後ドラレコの役目も果たしております。オプション6つ目はカーサホームスタイルエディション。これはキャンピングカーの中がまるで自宅の中にいるようなくつろぎ空間を提供してくれる3つの装備です。カーサホームスタイルエディションのこのシート生地は美醜織物という国産生地を使われております。この生地は手触りも良く風合いもいいので、ダイナミックスペースで座ってる時も非常に座り心地がいいです。そしてフロア材は贅沢にも国産ヒノキのフローリングを使われております。ヒノキのフローリングは実は香りや見た目ももちろんいいんですけども、断熱効果もあるんです。タイルなんですけど、実はこのカーサホームスタイルエディションのですね、あの装備品の一つなんですけど、3色からね色を選ぶことができます。今回はねミックスブルーとですね青系のですねタイルなんですけど、あとね白とミックスブラウンとですね茶色ね、計3色の中からねここね色を選ぶことができます。はい、続いてねマルチカーシアターシステムですね、ご紹介します。これはですね、あの噛み砕いて言うとテレビのですね見る設備なんですけども、こちらをねご紹介していきたいと思います。はい、今ですねエンジンかかってない状態なんですけども、基本ねこのマルチカーシアターシステムっていうのはナビ、これねアルパインの11インチのフローティングビッグ X というですねナビがついております。でこのねナビとできればですねこのリアスピーカーをですねオプションでつけていただく必要があるんですけども、こうするとですねもうコンプリート、まあ完璧なですね12あの19インチのマルチカーシャーターシステムの出来上がりなんですよ。でまずねこの操作方法と言いますと、こちらのですねはいスイッチを押します。でこのねスイッチを押すことによって、今ですねエンジンかかってないんですけども、サブバッテリー出力でナビをですねまず起動させます。はい、そうするとですねこのようにナビでですね、サブバッテリーの電力でナビゲーションをですね動かすことが可能になりました。でそうするとこちらにですね映るわけじゃなくて、ここでですね実はインバータのスイッチを押します。はい、オールインフォメーションボードでこのインバータのですねスイッチを押していただくとテレビにですね電源が入ります。はい、そうするとですねこのようにテレビが映るようになりました。でもちろんですねこのテレビからも音声は出てきますし、このですね上からもですねスピーカーからもね音が出ますので、非常にですね音はいいんですよ。あれ結構ね臨場感があるね音響設備になるんですよね。なので基本このマルチカーシアターシステムっていうのはこのナビとリアスピーカー、このテレビがねセットになるんですけども、使い方とすればまずですねこのエンジンをねかかってない時はこちらのスイッチを押して、サブバッテリー出力でナビを起動させて、でナビで拾った電波を HDMI 端子でこれつながっているので、この後ろに映し出すという仕組みになります。これね非常にですね音もいいですしね、やっぱチャンネルの、ね、広い度合いも結構いいですから、これなかなかねテレビをねキャンピングカーの中で見たいなっていう方はこのねマルチカーシャッターシステムは非常におすすめです。テレビの裏にはロックがありますので、こちらを解除するとこのように後ろを向けたり前を向けたりすることができます。はい、続いてですねマックスファンです。こちらねマックスファンはこのね大きなファンがついていて、この風向きで吸気と、排気をねすることができるんですけども、このね換気ができる換気扇になります。でマックスファンに関してはこのねダイヤルをこう回してあげると、上のですね蓋がこのように開いていきます。そしてこれオンオフするとですねこう回り始めるんですよ。で風量の風の強さもですねこれマイナスプラスで選択することができて、結構ねこれ弱めにしておくとほとんどねファンの音が聞こえないぐらい静かに回ってくれます。
でこれねもちろん換気扇、まあ、換気ができるからね今の時代なかなかいいんですけども、おすすめの使い方とすると夏、まあ、エアコンをねつける方はエアコンでいいかもしれないんですけど、エアコンがね例えばない方だとか、まあ、エアコンをつけるほどでもないなっていうね外気温の場合、窓をね開けてこれをですね排気にしてあげると風がねこうふわーってこうねふわーって抜けるぐらいね感じれるぐらいね風が抜けていくんですよ。なのでもちろん換気扇としてね使うのもいいんですけど、まあ、ちょっとですねちょっと暑いなっていうぐらいの時はねこのマックスファンをですね、まあ、窓を開けて排気にしてあげると風がこうね心地よく抜けてくれますから、非常にですねこの中を快適に使えることができます。オプション9個目は 1500W インバータ。このインバータというのは 12V のサブバッテリー電力を家庭用の AC100V に変換する機械です。家庭内で使う電化製品、テレビや電子レンジ、そしてエアコンなどは実はサブバッテリーの 12V では動かすことはできません。キャンピングカーの中で使う照明などは 12V で動かすことはできるんですけども、家庭用の電化製品はこのインバータがなくては動かすことができません。外部電源コードを接続して外部から 100V を供給できるのであればインバータは必要ないんですけども、外部電源を取り入れできないシチュエーションの場合はこのインバータによって自ら 100V を作り出す必要があります。もちろん無尽蔵に電気を使うことはできませんので、使用される電化製品の消費電力は気にした方がいいです。ちなみにこの 1500W のインバータであればテレビはもちろん電子レンジやエアコンも数時間だったら動かすことができます。オプション10個目は FF 燃料式ヒーター。ここ北海道ではこの FF ヒーターは非常に装着率が高いです。これは寒い冬はもちろんですけども、春先や秋口なんかも活躍します。トイさんの晩婚シリーズは実はワンサイズ大きな FF ヒーターがついてます。温風の吹き出し口は通常3箇所ぐらいあります。セカンドシートやサードシートの下、そしてマルチルームがある車両に関してはこのように吹き出し口もありますので、ここを乾燥室代わりとして使うことも可能です。通常この FF ヒーターはオプションなんですけども、冒頭でご紹介したグランデ仕様にしていただければ実は標準装備でついてきます。オプション11個目はクールコンプシステム。これは家庭用のセパレートエアコンをキャンピングカー内に装備するオプションです。今の時代この家庭用のエアコンがつくキャンピングカーは一般的になりつつあります。ですが先ほどインバータの時に触れた通り使用時間は限られますので、使い方には注意が必要です。室外機も車両腹下に装備されており、こちらも走行には注意が必要です。はい、今回のトイファクトリー社さんのですねキャンピングカーに乗るんだったら外せないオプション11個いかがだったでしょうか。今ですねトイファクトリー社さんのですねキャンピングカー晩婚はですね今非常に人気があります。やっぱりねここ北海道のね販売店である私が勤めているキャンピングレンタサービス工業でも今ですね晩婚の市場でですねトイさんがやっぱりトップクラスでですね注文が多いんですよ。でその中でやっぱり今回ねご紹介した11個はですね確実に入ってきてるんですよね。なので、まあ、オプションに関してはですねまだで、ね、まあ、11個にとどまらず、まあ、何十個ってあるのでね、まあ、全部つければねいいかっていうとそういうわけじゃなくて、お客さんによってはいるいらないっていうものがありますので、まあ、今回のね、まあ、11個をね参考にしていただければと思うんですけども、まあ、今ですね注文いただいている方も確実にですねこの11個のうちの、まあ、ほとんどか、まあ、どれかっていうのは大体入ってくるので、今ですねキャンピングカーをご検討されていて、その中でもですねトイさんの車がいいなと思ってらっしゃる方は今回のこのね11個のオプションもね検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。非常におすすめです。はい、今回はですねトイファクトリー社さんのキャンピングカーに乗るんだったら外せないオプション11個をご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。